あなたお名前は何ですか？市井のりこと申します。詩吟を始めたきっかけはどういうきっかけからですか？歴史が好きで、うちの上司に金道会の方に連れて行ってもらいました。で、ということは職場の縁で詩吟始めたということですか？はい。そうすると仲間は何人かおるんですか？まだ今何か引っ張り込んでこようと思ってます。あ、そうです。はい。今どこで練習してるんですか？梅田の、はい、障害学習センターの昔の小学校でしてます。はい。練習の時は何人ぐらいがやってるんですか？10人ぐらい。はい。先生はどうですか？スパルタです。でも優しいです。はい。横に先生がおられるからそういう人じゃないですか？違いますよ。はい。詩吟は若い人たちはね、はい、監視が難しいとか、はい、それから声があんな大きな声は出ないとかといって、はい、なかなかとっつきにくい人がおるようですが、はい、どうですか、あなたは？楽しいです。歴史も知れるし、うん、結構文化に触れるし、声も出せるようになれば楽しくなります。で、詩吟を始めて、よかったなと思うようなことはあります？で、よく言うのは詩吟始めるとそのストレス解消になるとか、はい、腹式呼吸で健康にいいんだとかいうのもありますが、はい、そんなことも効果もあるんですか？はい、ダイエットになります。2キロ痩せました。あ、そうです。そうすると今詩吟もなかなかとっつきにくいなと思っている人たちにこんなのやると簡単に詩吟に取り掛かれますよという、あなたなりの経験からありますか？歴史好きな人とか、あと漢字好きな人は、あと踊りとかも体を動かすこと楽しいです。はい。今日はどこから来たんですか？今日は堺から。あ、堺からですか。はい、実家からです。そしたらあなたと同じぐらいの世代の人にね、私たちと一緒にやりましょうやというようにちょっと声をかけてもらえますか？はい。はい、はい、ありがとうございます。あ、先生ですか？はい。どうですか、彼女は？はい、最初本当に興味本位で入ってこられたんですけれど、今、ゲーム仲間に打ち解けて、それが楽しいようですので、おやすみなさい。またよろしくお願いします。はい、どうも。